クラマ型巡洋戦艦、または、イブキ型は、大日本帝国海軍の巡洋戦艦。類別としての巡洋戦艦が1912年以前には、存在せず、当初は一等巡洋艦であった。1914年に取られた、イブキは一番艦よりも進行が早かった。単足の前後マストのために、クラマと容易に区別がついた。主砲に7.6センチメートル速射砲が、 搭載されている。本型は、筑波型の改良型として、純度急戦艦、カトリ型に匹敵する方力からを持つ高速艦、主力艦として、クラマとイブキの2艦が建造された。1911年のキング・ジョージ5世大艦、記念艦艦式に参列した、クラマ。背後の新型度急戦艦と、同じく最新の三脚マストを採用した。この2隻は、 性能比較艦として外観仕様が異なっていた。アンバは最後のレシプロエンジン搭載の主力艦である反面、当時最先端の三脚式の前後マストを採用した艦となった。一方、イブキは先行して建造された戦艦、秋のタービン試験艦として、カーチス式直結タービンを搭載することが決まり、このため建造が急がれ、 マストも従来艦と同じく短脚式のマストで外観は異なった。このためにクラマよりも計画順、気候順では後であるが浸水。収益は息吹が先となったことで一部の書籍では息吹型として紹介されている。前述の通り当初は一等巡洋艦収益後の1912年8月に巡洋戦艦に類別されている。しかし、 その水戦武装校の最大圧 203mm は同時代の戦艦より若干薄い程度に過ぎず実体としては純度級高速戦艦であった。しかしながら革新性においてさらにその上を行くドレッドノート登場以後の収益となったこともあり結果として旧式艦の楽院を押される存在になってしまった。イラストはクラマの武装、装甲配置を示した図。 本型の船体形状は、前型に引き続き艦首の未還元の高い、単船首楼型船体である。艦首から続く、船首楼は、原則副砲刀の社会を得るために幅は狭い。その船首楼上に、主砲の41式30.5センチメートル砲を、収めたを連装砲塔に収めた一番主砲塔を一機、配置した。司令塔を下部に組み込んだ。 操舵環境を基部として長部に射撃砲位板を持つ全部三脚章が立つ。その背後に三本煙突が立ち、原則甲板状に 20.3cm を八拡中型の連装砲塔に収め、中央部構造物を挟んで片面に木ずつ計四機を配置した。三番煙突の後方に前向きの後部三脚マストの下に後部司令塔が立ち、 後部甲板状に2番手砲塔が後ろ向きに1機、配置した。他に、耐水雷用の 12cm 速射砲を、船体中央部2棒立てのついた、単装砲がで1機、艦首側に1機、原則部に原則ケースメート配置で4機ずつ、艦尾に1機ずつの片減7機の、計14機を配置した。手法は、い吹がアームストロング射制で、 クラマはそれをコピーした41式 30.5cm 砲を採用した。その性能は重量 386kg の砲弾を最大行角15度で射程 18,300m まで砲弾を届かせる能力を持っていた。これを新設計の連装式手砲塔に収めた。砲塔の旋回は守備線方向を0度として2回は150度で、 方針の不行角度は、行角15度、不角5度で、毎分一発で発射できた。副砲は、41式 20.3cm 砲を採用した。その性能は 113.4kg の砲弾を、最大行角30度で、射程 18000m まで砲弾を届かせる能力を持っていた。砲塔の不行角度は、行角30度、不角5度であったが、 露天ならば300度の旋回角度があったが本型は上部構造物により社会に制限があった。方針の上下、旋回、装填には主に水圧で補助に人力を必要とした。発射速度は毎分2発である。他に耐水来艇砲として暗式 12cm 速射砲を採用した。その性能は2 0 4ラムの砲弾を最大行角20度で 最大射程9050メートルまで砲弾を届かせる能力を持っていた。砲身の不要角度は、行角20度、深角三度で、旋回角度は、減速配置で150度であった。砲身の上下、旋回、装填には人力を必要とした。発射速度は、毎分後から6発である。さらに近接戦闘用に、暗式7.6センチメートル速射砲を、 看板上に4機、暗式 7.6cm 速射砲を、単装砲がで4機を装備した。さらに手砲でも相手にならない相手への対処として 45cm、魚雷発射管を水面部に、単装で3門を装備した。機関工指示の、クラマ。本型のボイラーの形式は、宮原式石炭、重油根性型水管管であったが、 推進機関に3段膨張式4機等レシプロ機関2機を搭載する、クラマは小容量ボイラーを28機を、ボイラー室3室に搭載したことにより煙突は細身の3本煙突となった。機関工指示の、イブキ。一方、カーチス式直結タービン2機二軸推進を採用した、イブキは大容量ボイラー18機を搭載した、ことにより、クラマよりも背が低くて太い3本煙突となり、 両艦の識別点となった。本型の原則装甲は、推薦部装甲は、手法弾薬庫と機関部の側面は、クルップ後半で、最厚部 203mm と走行巡洋艦としては、列強の同種艦では他に類を見ない最厚に、値する防御を誇っており、手法塔から艦首と艦尾部は 102mm 走行で、奢られた。その反面、 主艦パン防御は水平部2 5ト、mm、ルと傾斜部7 6ト、mm、ルで、時間の手法に耐える防御は与えられていなかった。他に、主砲と巻いた手が1 7 8ト、mm、ル司令塔は2 2 9ト、mm、ルと扱った。1914年に取られた、イブキ本型は、第一次世界大戦とシベリア出兵に用いられたが、 ワシントン海軍軍縮条約により1923年から翌年にかけて解体され、このうち、いぶの主砲塔2基は、陸軍クレーン船、青州丸により、青森県津軽大間第一砲台と、宝余海峡宝余要塞鶴見先砲台へ運搬され、現地で要塞法として活用された。クラマの副砲塔2基は、房総半島。 大ふ先放題に運搬されて、要塞法として活用された。ありがとうございます。